皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、炎の力を操る、こちらの女性キャラのフィギュアです。転生したらスライムだった剣、手に取る、地図。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。学園の支配者であるシズさんが、お求めやすい価格の手に取るのフィギュアになりました。来た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 ！こんにちは、ピュアリーです。あの、転生したらスライムだった剣に、シズという女性キャラが出てくるんですけど、かつて英雄と呼ばれるほど手だれの冒険者で、類稀な強い炎の力を操ります。本名は伊沢静江という、戦時中の東京に暮らしていた日本人であり、空襲の際に瀕死の状態で魔王により召喚されました。その身に精霊を宿しており、刺激することができます。炎に対する恐怖と気絶から、炎烈操作と炎烈攻撃無効を獲得しました。炎の精霊フリートと無理やり同化させられ、魔王レオンに憎しみを覚えるようになります。長い年月の間に冒険者から教育者になり、月が近づいてきたことで魔王に文句を言うために旅に出ることになります。その旅の道中でリムルと出会うことになり、間もなくしてリフリートの暴走が起こります。リムルに暴走を止めてもらい最後を迎え、本人の意思でリムルに捕食してもらい、リムルの外見のベースとなりました。リムルにとって誰よりも心に残る人であり、シズさんとの短い交流はリムル自身が心から大切にしていることでもあります。そんなシズさんが、今度手に取るのフィギュアになって発売されるみたいなんですよ。物語上では果たせなかった。シズさんの笑顔を守れますね。これが君の愛なんだね。優しい笑顔を浮かべた姿で、立体化されていますよ。仮面を外して晒した笑顔は、とても明るく元気をもらえそうです。そんな素敵な笑顔が可愛らしくて、エモさも感じられると思います。お楽しみはこれからだ！マントや髪の毛は、ふわりとなびいた様子が表現されています。ちょっとした風の流れや躍動感も伝わってくるのではないでしょうか。衣装のシワも細部まで作り込まれているので、躍動感が引き立って見えてくるかもしれません。気分爽快です！シズさんの可愛らしくて明るい笑顔により、落ち込んだ気分を吹き飛ばしてくれそうです。ふわりとなびく髪とも相まって、笑顔を浮かべるシズさんがより魅力的で美しく見えてくると思います。あなたもしずさんの魅力に触れることで魅了されてしまうこと間違いなし。しんどい、星が頻繁に供給くれるのとあたいしんどい。紺色のロングパンツはしずさんの太ももの柔らかさを際立たせてくれています。その太ももで膝枕をしてもらい、しずさんの優しさに柔らかさを味わってみたいものです。衣装のフィット感もしっかりと作り込まれているので、しずさんのおパーイのボリューム感がたまりません。油断も隙もないわね、いやらしい。部屋や職場のデスク周りなどに飾れば、いつでもそばにしずさんがいてくれる気分を楽しめると思います。デスク作業や PC 作業を見守ってくれて、頼もしいお供にもなってくれちゃいます。あなたの日常空間をしずさんが可愛くて楽しく彩ってくれますね。これが摂理だ。また別売りのリムルのセミトルのフィギュアと並べれば、もっとテンスラの世界観を楽しめます。さらにリムルとしずさんとの再会というエモリーフなシチュエーションが演出できます。しずさんの可愛さや魅力をたっぷりとご堪能ください。さあ、満足させてくれよ。こちらのフィギュアは10月に発売です。そしてお値段は5140円です。このフィギュアをお迎えしたら、素敵な笑顔を浮かべるしずさんを SNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。